ロバート・ピール、第二代順弾シャクサーロバート・ピール、1788年2月5日から1850年7月2日は、イギリスの政治家。ウェリントン公爵が当主を退いた後の保守党を指導し、首相を二度にわたって務めた。1834年から1835年、1841年から1846年、ウィリアム四世の知から、 ビクトリア朝初期にかけて、ホイック等当主メルバーン施策と政権を奪い合った。保守党の政治家ながらに自由主義的な人物であり、穀物法廃止をめぐって保守党が分裂した後は、自由貿易を報じるピール派を旗揚げした。イギリス最大の貿石工場の工場主の息子として生まれる、パブリックスクールハーロー校に入学し、そこからオックスフォード大学、 クライストチャーチへ進学する。1809年に、トーリー党、後の保守党の庶民委員議員に初当選した。1812年から1818 18年まで、リバプール伯爵内閣のを務める。1819年には、金本位制裁導入を検討する委員会の委員長となり、金本位制への移行に主導的役割を果たした。1821年に、 内務大臣として、リバプール内閣に再入閣し、刑法の厳罰主義を改めるなど自由主義的な内政改革を行った。続くジョージ・カニング内閣には、カトリック解放反対の立場から、ウェリントン公爵らと共に入閣を拒否した。1828年に、ウェリントン公爵内閣が成立するとその内務、大臣権庶民委員内総務として入閣。 アイルランドカトリックが当選するなど、情勢の変化に応じて、カトリック議員を認める改革を行い、またの制定を主導して、近代イギリス警察の基礎を築いた。1830年に成立したホイッグ党政権、グレー伯爵内閣が推し進める第一次選挙法改正に反対したが、阻止することはできなかった。1834年に、 グレー白爵の後継首相メルバーン主尺が国王ウィリアム四世に罷免されたことで保守党が政権を奪還して第一次ピール内閣を組閣した。しかし野党勢力の団結が強まる中、1835年にはアイルランド国教会の境界税転用問題をめぐる採決に敗れて総辞職することとなった。変わって成立した第二次。 メルバーン主尺内閣に対してははじめ、ビクトリア朝の妥協と呼ばれる協力的野党の立場で、望んだが、スタンリー教、後のダービー伯爵の派閥が、保守党に合流すると政権に対する攻勢を強め、1839年にはメルバーン主尺を辞任に追いやった。しかし、ビクトリア女王と、新出助官人事をめぐって争ったため、 この時には組閣できず、メルバーン主尺政権が継続されることになった、寝室助官事件。1841年のに勝利し、議会でメルバーン主尺を敗北させて、総辞職に追い込んだ。この頃には、夫アルバート公使の影響で女王からも高く評価されるようになっており、問題なくを成立させることができた。ウィリアム・グラット・ストーンを片腕に自由貿易を、 推進した。また、ピール銀行条例を制定し、銀行券の流通量のコントロールを強化した。1846年にはアイルランドで、ジャガイモ基金が発生したことを受けて、穀物法を廃止して、穀物の自由貿易へ移行しようとしたが、ベンジャミン・ディズレイリラ党内の保護貿易主義者の激しい反発を受けた。穀物法廃止は、なんとか実現するも、 ディズレーリラの作動で内閣は総辞職に追い込まれた。その後、保守党は分裂し、党内の自由貿易派を引き連れてピール派を結成した。その4年後の1850年に落馬の負傷がもとで死去した。1788年、ランカシャーベリーに生まれる。父はイギリスで最も巨大な貿石工場の経営者であり。 1790年に庶民院議員となり、1800年に順断尺の称号を与えられた人物である。ピールは長男であり、長男に自定義がいる。また、妹が二人おり、それぞれ、にとついでいる。最上流の中三階級に生まれたピールは、名門パブリックスクールハーロー校に入学し、そこからオックスフォード大学、 クライストチャーチへ進学するという一流の貴族的教育を受けた。1808年に卒業試験を受けたが、当時のオックスフォードの卒業試験は、数学と古典に分かれていた。ピールはその両方で主席の成績を取って、卒業している。1809年、父が買収した腐敗選挙区のアイルランドから、トーリー島の候補者として出馬し、庶民院議員に初当選した。 1810年に陸軍植民地省事官に就任。さらに1812年にリバプール伯爵内閣が成立するとそのとして入閣した。アイルランド警察の創設や基金対策に尽力した。1818 18年までの6年にわたって在職した。1817年秋頃から外国為替相場におけるポンドの低落と金価格高騰により、 これまで部分的に行われていた聖火打管を全面的に行うことを希望する者が増えた。こうした中の1819年に庶民院員と貴族院はそれぞれ聖火打管の再開について検討する秘密委員会を設置した。ピールがその委員長に就任し委員会はピール委員会と通称されるようになった。委員会においてピールは通貨の健全化のためできるだけ早期に 金本位制に移行する必要があり、そのためにはイングランド銀行の銀行権を減らす必要があると結論した。ピールは庶民委員でもそれを熱弁し、慎重派を圧倒して1819年7月に金本位実施条例、通称1819年ピール条例成立にこぎつけた。1819年にジュリア・フロイドと結婚した。1821年。 保守的なシドマス主尺ヘンリー・アディントンに代わって内務大臣としてリバプール伯爵内閣に再び入閣。ピールは同時期に入閣した外相ジョージ・カニング、蔵将フレデリック・ロビンソン、商務長長官ウィリアム・ハスキソンらと共に閣内の自由主義派として知られた。彼らの存在によってリバプール伯爵内閣はそれまでの反動的性格を改めて自由主義的になっていった。 ピールは内省として残虐な死刑方法の廃止、刑務所の環境の改善など非近代的な厳罰主義を改めて公正に主眼を置いた改革を行った。しかし、リバプール内閣は17世紀以来イギリス公職から排除されてきたカトリックに公職就任を認めるか否かをめぐって分裂した。外相ジョージカニングラはカトリック解放を指示したが、 内相ピールや軍事長官ウェリントン公爵らはカトリック解放に強く反対した。ピールはトーリー党の中では自由主義的な思想を持っていたが同時に敬虔なイングランド国教会の信徒でもあった。1827年2月にリバプール伯爵が脳卒中になるとその後継者問題が浮上した。国王ジョージ四世はウェリントン公爵を招集したが公爵は 外相、カニングか内相ピールに対名を与えるべきことを推挙した。二人はカトリック解放問題をめぐって意見が正反対であったからどちらも相手の内閣に入閣することを拒否していた。国王はカニングもピールも嫌っていたが、カニングを排除した内閣の組閣は不可能な情勢から結局4月10日にカニングに組閣の対名を下した。こうして、 カニング内閣が成立したが、ピールやウェリントン公爵らトーリー党内のカトリック解放反対派がカニング政権に強く反発し、党は分裂した。結局カニングはランズダウン公爵率いるホイック党恩恵派と連立を組んで組閣することになった。カニングは組閣から間もない1827年8月に病死。公認のボドリッチ死爵区内閣も 格内分裂により1828年1月には、そう辞職した。ジョージ四世は、ウェリントン公爵に、祖格の対名を与えた。ウェリントン公爵の片腕であるピールは、早速ウィリアム・ハスキソンらと折衝して、ドーハのウェリントン公爵内閣への入閣を取り付けた。だが、結局カニング派閣僚は、全員すぐに辞職してしまった。一方、 ランズダウン公爵らホイッグ等恩恵派は入閣を拒否している。ピール自身は内務大臣権庶民委員院内総務としてウェリントン公爵内閣に入閣した。ウェリントン公爵もピールもカトリック解放反対の立場だったはずだが、1828年7月にアイルランドのカトリック議員ダニエルオ・コンネルが当選するようになるとそうも言っていられなくなった。 彼を議場に入れないとアイルランドで暴動が発生する可能性があったためである。庶民委員院内総務であるピールがカトリックが庶民院議員となれるようにする法案の作成を主導し同法案を1829年3月に庶民委員に提出し翌月に可決させた。しかしこれによって国教会信徒のピール批判が強まりピールはそれまで選出されていたオックスフォード。 大学選挙区での議席を失った。1829年には内務大臣として制定を主導してスコットランドヤードにロンドン警視庁を創設。近代警察の礎を築いた。以後、イギリスの警察官はピールにちなみピーラー、ピーラース、あるいはロバートの愛称ボブからボビー、ボビースと呼ばれる。1830年5月には 父が死去し、順断釈与を継承した。保育党嫌いの国王ジョージ四世の法御や、野党保育党から強まる選挙法改正の機運により、ウェリントン公爵内閣は1830年11月に議会で敗北を喫し、総辞職を余儀なくされた。1830年11月、半世紀ぶりの保育党政権グレイ白釈内閣が成立した。 クレー白尺内閣は選挙法改正を推し進めようとしたが、庶民院においては、ピール、貴族院においては、ウェリントン公爵がその反対運動を行った。ピールはいかなる選挙権拡大にも反対という立場ではなかったものの、ホイック党が主導する選挙法改正には断固として反対するつもりだった。ウェリントン公爵は、 選挙法改正法案を廃案にすべく再び首相になろうと図ったものの、世論の激しい批判で失敗した。これ以降、ウェリントン公爵は二度と組閣したくないと公言するようになり、保守党の実務をピールに委ねるようになった。しかしピールに対する党内極右派、ウルトラズの反発は強く、この時点でピールを正式な党首にするのは不可能だった。 グレー白尺内閣は1832年6月に第一次選挙法改正を達成し、その後も社会改革政策を次々と打ち出したが、それに伴って閣内、保育党内の亀裂も徐々に拡大していき、1834年5月にはアイルランド国教会の教会税を転用する法案をめぐって内閣は閣内分裂を起こすようになった。スタンリー教。 後のダービー伯爵が陸軍植民地大臣を辞職してホイック党からも離党しダービー派を形成するようになったのである。グレー伯爵はこれ以上の政権運営は不可能と判断して7月に辞職した。後任の首相にはグレー伯爵の新人厚きメルバーン氏社が就任したがメルバーン氏社はホイック座派のジョン・ラッセル卿を庶民院内総務にしようとしたことで 国王ウィリアム4世と対立を深め、11月に、罷免された。メルバーン死者を罷免したウィリアム4世は、保守党政権に戻すべく、ウェリントン公爵に、疎格の対面を与えたが、もう疎格しないと決めていた公爵は、ピールに対面を与えるべきことを創上した。ただこの時ピールは、イタリア訪問中でイギリスを不在にしていたため、ピールが帰国するまでの暫定として、 ウェリントン公爵が首相に就任した。12月に帰国したピールは直ちにウェリントン公爵から首相職を譲り受けた第一次ピール内閣。以降ウェリントン公爵はピールが権威ある保守党党首になれるよ国王ウィリアム4世や保守党大物議員との関係を取り持ってくれるようになった。首相となったピールは12月18日に自分の選挙区、 タムワースの有権者に対して公約として所管タムワースマニフェストザタムワースマニフェストを発した。これは選挙公約としてのマニフェストの先駆けであった。第一次選挙法改正という現実に合わせて保守党の新たな方針を示していた。ウィリアム4世は保守党政権を安定させるため解散総選挙を行うことを希望していた。ピールもそれを承諾し、 12月30日に議会は解散された。1835年初頭のの結果、保守党が204議席、ダービー派が86議席、ホイック党が218議席、急進派が90議席、オコンネル派が60議席をそれぞれ獲得した。ピールはダービー派の支持を取り付けて政権を維持したが、ホイック党党首メルバーン施爵が野党連携を強化した結果、 1835年4月には、ホイック等が提出したアイルランド国教会の教会税の転用法案の採決で敗北し、内閣総辞職を余儀なくされた。アピールの辞任により、第2次メルバーン主尺内閣が成立した。メルバーン主尺は急進派やオコンネル派と連携しながらも、ピールからも暗黙の了解を得ようとした。 ピールは未だ自分の保守党内での権威が微妙である。ことから旧進派やオコンネル派の旧進的改革を抑えることを条件として、メルバーン施策政権攻撃を控えることを約束した。この妥協の関係は1837年に即位したビクトリア女王の時代にも続き、ビクトリア朝の妥協と呼ばれた。当時の慣例であった。 新女王の即位に伴うで急進派やおこんねる派、ダービー派が議席を減らし、ホイック党と保守党が議席を伸ばしたことも、この妥協関係を促進した。しかし1839年までにダービー派が保守党に合流し、また、ウェリントン公爵の後ろ盾のおかげで、ピールの党首としての権威も確立されていったため、ピールは政権奪還を目指して、 メルバーン施策との対決路線を強めることになる。ピールからの構成、旧新派やオコンネル派との関係の悪化などで、メルバーン施策内閣は基盤を危うくしていった。1839年5月初めに、メルバーン施策が議会に提出した、営業ジャマイカの奴隷制度廃止法案は、庶民院を通過したものの、わずか小評差という僅差であったため、メルバーン施策は、 自らの求心力の低下を悟り、5月7日に女王に辞表を提出した。女王はメルバーン死爵区の助言に従って、1839年5月8日午前にウェリントン公爵に組閣の対面を下したが、公爵は自分は老齢であるし、庶民員に影響力を持たないと排除し、ピールに対面降下されるべきことを想像した。女王は、 公爵の助言に従って午後2時にピールを召して、疎閣の対面を下した。この際にビクトリアは、今後もメルバーン教に諮問してよいかと、ピールに過問したが、数密院や議会ではなく、宮中において、野党党首が個人的に女王の側近になるなど前代未聞のことであったから、ピールはこれを拒否した。このせいでビクトリアは、ピールに強い不信感を持つようになった。 その日の日記にもピールについて何を考えているかわからない男と書いている。翌9日にピールが持ってきた人事案の中に女王の寝室女官をはじめとした女官たち、ほとんどが保育党の国会議員の妻を保守党の国会議員の妻に変えるという人事があったが、女王はこれに強く反発し、数とたりともやめさせないと言って頑強に退けた。 区内官を務めている、国会議員は政権交代と共に入れ替わるのが慣例であった。ビクトリアは女王だったので国会議員の代わりにその妻が上官をやっていたのだが国会議員の場合と別個に考える道理はないからピールの要求は慣例に照らし合わせれば正当なものだった。しかし女王は女官の人事は女王の主的人事であることを強弁し続けた。ピールも引く気はなく 10日の上層文の中で、進出助官人事を受け入れていただけないのであれば、大名を廃止する旨を通達した。ウェリントン公爵が女王とピールの間を取り持とうと努力したが、女王からもピールからも情報を引き出すことはできなかった。この後、ピールはウェリントン公爵の勧めで組閣を廃止することとし、12日には、エルバーン子爵が首相続投することを了承した。 女王の個人的感情で政権交代が阻止されたこの事件は世に進出助監事件と呼ばれた。こうしてもうしばらく政権を維持することになったメルバーン施策だが彼の内閣の基盤が不安定な状況は変わっていないため急進派やホイックサ派に妥協した自由主義的政治を余儀なくされた。メルバーン施策はそのために自由貿易を推進するようになり 1841年4月に佐藤関税提言の法案を提出したが、地主など農業利益の代弁者たちの反発を買い、法案は議会で敗北した。内閣信任総統の法案の秘訣は、総辞職か、解散総選挙すべきであったが、メルバーン施策はそのまま政権に居座った。これを批判するピールは6月に内閣不信任案を提出し、一票差で可決させた。 これを受けて、メルバーン施策はニュッテデルも、選挙は保守党の勝利に終わった。1841年8月に審議会が始まると、メルバーン施策は直ちに議会で敗北し、内閣総辞職に追い込まれた。ピールは、進出助官事件の頃には、女王からひどく嫌われていたが、1840年に女王と結婚したアルバート講師はピールを高く評価しており、その影響で、 女王もこの頃にはピールへの信任を強めていた。1841年8月30日に、ウィンザー城で、ビクトリア女王より対名を受けたピールは、おそっかくした。この際に野望に燃える、若手議員ベンジャミン・ディズレイリに、何のポストを与えなかったことが、後々ピールの運命に、影響してくることになる。ピール内閣の経済政策は、関税の引き下げによって、 食産工業を促し、その間の一時的な減収は、所得税を導入して補うことを基本としていた。関税の具体的内容については、商工省政務次官の地位を与えた若手議員、ウィリアム・グラット・ストーンが主導した。自由貿易、とりわけ農業の自由貿易は、保守党の支持基盤である、地主層の反発が根強かったが、アルバート公使は、その影響で、 ビクトリア女王も自由貿易主義者であったので、全面的にピールをバックアップしてくれた。ピールとしても、君主の支持さえあれば、政党の支持などいらないというショーピット的発想があったため、自由貿易改革を推進することにためらいはなかった。グラッドストンが与野党の意見を調整した結果、関税が定められている1200品目のうち750品目もの、 関税が廃止されるか引き下げられることになった。グラッドストーンは穀物法で保護されている小麦についても直ちに自由貿易に移行することを希望していたが、ピールは地主層との決定的対立を避けるため、小麦についてはスライド制にして段階的自由貿易を目指した。一方でピールは銀行権については自由放任ではなく、 統制を行わねばならないと考えており、インフレーションが問題視された後の1839年頃から通貨学派の見解を支持するようになった。その立場から1844年にはピール銀行条例と呼ばれるイングランド銀行条例を制定した。これにより銀行券発行の権限をイングランド銀行に集中させることが図られた。 すでに銀行券を発行している銀行については、その既得権を保障しつつ、これまでの平均の発行額を超えて、銀行券を発行したり、新規の銀行券を作ってはならないという規制を加えていた。また、イングランド銀行を発行部と銀行部に分割して、銀行券発行は発行部のみが行うこととし、さらに発行にあたっては貴金属と保証物件に寄贈。 置くここととをを義務けけることで銀行行券発に制限をかけた穀物法の廃止、穀物の自由貿易化はのリチャード・コブデンやジョン・ブライトなどが兼ねてから大衆運動を起こして要求していた反穀物法同盟。その運動は非常に盛り上がっていたし、ピール自身も自由貿易主義者であるから、穀物法廃止には反対ではなかった。 ただ保守党内の地主層への配慮から沈黙せざるを得ない状況が続いていた。その状況が変わったのは1845年から1847年にかけてアイルランドで発生したジャガイモ基金だった。アイルランド古作農、貧農の主食はジャガイモであったため、この基金はアイルランドの村社会に深刻な影響をもたらした。100万人が菓あるいは 栄養失調の疾病で死亡し、さらに100万人が、故国アイルランドを離れたと言われる。基金の報告を受けたピールは直ちに、アメリカからトウモロコシを大量に買い付けて、アイルランドに食料支援を行い、また、アイルランドで公共事業を行って、雇用喪失を図った。だがそれだけでは十分な基金対策にならず、いよいよ穀物崩廃止の機運が高まった。 1845年11月には、保育党の党首ジョン・ラッシル卿が、穀物法廃止を、党の方針として発表した。ピールも1845年12月初頭から、穀物法廃止を閣議で取り上げた。内務大臣、サー・ジェームズ・グラハム順断尺、外務大臣・アバディーン白釈・ハク戦争省事務長官シドニー・ハーバートラ、副審閣僚は支持してくれたが、陸軍、 植民地大臣、スタンリー卿や王子少書、洛流公爵は穀物自由貿易に反対した。この二人の説得に失敗したピールは12月6日に女王の利休オズボーンハウスへ参大して総辞職を申し出、ジョン・ラッセル卿を後継の首相にすべきことを想像した。ホイック党は党首ジョン・ラッセル卿の下で穀物法廃止の方針を打ち出したものの、 これは、ジョン・ラッセル卿の独断的な決定であり、保育党全体のコンセンサスを得ているとは言い、がたかった。保育党内にも、穀物法廃止に慎重な地主貴族が、多数いたのである。彼らは急進派に近い児党の党首ジョン・ラッセル卿を、首相にして、穀物法廃止に突き進むより、地主の政党保守党のピールを、首相のままにして、穏健な穀物法処理を行うことを望んでいた。 そのような背景からジョン・ラッセル卿は、党内の指示を得られず組閣に失敗した。ジョン・ラッセル卿の組閣失敗により女王はピールを召集して、再び組閣の対面を下した。女王によれば、この時ピールは、決意に満ちた表情であったという。彼は女王に、私には、党に持ち帰って、相談の必要はありません。考える時間もありません。私は、 陛下の首相を務めるつもりです。この非常時に陛下の元を去るわけには参りません。味方が一人もいなくなっても責務を果たしますと語ったという。保守党の長老ウェリントン公爵は保守党の分裂を恐れており、対名を廃止することをピールに強く進めたが、ピールの自由貿易への熱い思いを感じ取って、最終的にはピールの決意を支持した。 ピールは保護貿易主義者のスタンリー教と爆竜公爵を外して総閣した。スタンリー教の公認にはグラッドストーンを置いた。1846年1月に議会が招集されると、ピールは直ちに穀物法廃止法案を議会に提出した。党内の保護貿易主義者たちが反対運動を開始し、ベンジャミン・ディズレイリとジョージ・ベンディング教がその中心人物となった。 とりわけ、ディズレーリの辛辣な演説は大きな影響を与え、保守党議員が次々と造反して、ディズレーリの演説に声援を送り始めた。ディズレーリのピール批判は議会の礼説さえ無視した容赦のないものであり、ピールの弟が怒ってディズレーリに決闘を申し込むほどだった。ピール党人も自分への罵倒が酷すぎて、放心状態になってしまい、 議会が終わったことに気づかず一人議会席で、うなだれ続けて主営に注意されたことがあった。結局、穀物法廃止法案は、保守党庶民委員議員の3分の2以上の増判に、あいながらも野党である保育党と急進派の支持のおかげで、庶民委員を通過した。貴族委員は庶民委員以上に地主が多いので、さらなる反発が予想されたが、ウェリントン公爵の権威で、 造反議員を抑え込んだ結果、法案は、貴族院も通過し、穀物法は廃止されることとなった。しかし、ディズレーリとベンティンク卿は、ピール内閣当閣を諦めておらず、今度は、同時期に提出されていたアイルランド教圧法案を、否決させようとした。二人はこの法案でも70名ほどの保守党、造反議員を出すことに成功し、 この法案に反対する保育党や求心派と連携して1846年6月25日の採決において73秒差で法案を否決させた。これを受けてピール内閣は6月29日に総辞職を余儀なくされた。この後保守党は3人の指導者が分裂して指導するようになった。庶民員保守党は自由貿易派がピールを支持。 保護貿易派がジョージ・ベンティンク卿を支持した。貴族院保守党は保護貿易派のスタンリー教、後のダービー伯爵が一人で掌握した。7月に至って、ジョージ・ベンティンク卿は、スタンリー教を保守党党首とみなすと宣言した。しかし、ピール党人は保守党党首を降りることを拒否し、しばらくは保守党組織を支配し続けたが、やがて保守党の党幹部の多くが、スタンリー教の指導下に収まっていった。 この後、ピールと穀物法廃止に賛成した保守党議員112名はピール派と呼ばれるようになった。アバディーン伯爵やウィリアム・グラッドストンなど保守党の閣僚、政務次官経験者のほとんどがこのピール派に属した。一方、ピール派の離脱で人材不足となった保守党ではディズレイリが急速に台頭していくようになる。ピールの退任後、政権は ホイック党のジョン・ラッセル教が担っていたが、ピールはホイック党と連立することも、保守党に戻ることも、単独で政権を担うことも拒否した。これが政界の混乱の一因となっていた。ピールと行動を共にしたグラッドストーンの後に、ピールの最後の4年間の立場選択は完全に誤っていたと語っている。ピール派を4年間率いた後、 1850年7月2日、乗馬事故で負った傷が元で死亡した。ピールの死後、ピール派は、アバディーン白爵が指導し、保育党の分裂、ジョン・ラッセル教とパーマストン死尺の対立の影響で、1851年12月に、主犯として組閣している。1859年に至ってピール派は、保育党、求新派と共に自由党として合同することになる。 貴族的環境で育ったが、貴族階級の出身ではなく、最上流中産階級の出身である。父である初代順団爵サーロバート・ピールは、自分が果たせなかった夢を息子に果たして、もらいたがっており、ピール自身も、その期待に応えようと努力した。その緊張感からピールには常に、落ち着きがないところがあったという。ビクトリア女王が、初めの頃、 ピールを嫌っていたのもそわそわした態度や貧乏ゆすりの癖が一因だったという。基本的に性格は陽気で人付きする性格だったという。ただ神経質なところがあったという。とりわけ1829年にカトリック解放政策を推し進めた際に国教会信徒から受けた激しい批判が原因で裏切り者という批判を極度に恐れるようになった。 一国の指導者たる者、その手の批判は必ずついて回るし、感受しなければならないものだが、ピールには耐えられなかった。政策変更のたびに、自己中心的、自己免罪的なやり方に終始したため、余計に性的から批判されやすかった。縮れた赤毛の髪をしていた。また、長身で美男だった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。